こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。ドイツの軍事力低下には歯止めがかからない。予算不足と無計画に進んでいる国自体の体制の悪さがここへ来て、究極的、死活問題ともなっている。もともとドイツは軍事大国だったが、以前のような技術力は所有していない。また、日本は逆に磨ける部分に関しての技術力は世界でも決して劣ってはいないだろう。潜水艦に見る静粛性の素晴らしさは、ドイツも実際 F-35 ステルス戦闘機が欲しかった。だがあることが原因で、その F-35A ステルス戦闘機を手にすることができない。状況に追い詰められてしまった。その結果が出たので、詳しく話していこう。ここ数年来、世界の多くの軍事関係者から、その去就に視線が注がれていた案件が、ここに来て、ようやく、最終的な決定が下されたと、報じられたドイツ空軍の戦闘機採用をめぐる一連の問題だ。これは、現在のドイツ空軍が運用する、トーネード戦闘機の代替機をどうするのかという問題で、 NATO の一翼を担うドイツはそれゆえの核兵器の運搬を可能な戦闘機の選択を迫られていた。この案件への代替機の候補としては F-35A ライトニング2戦闘機、 FA-18EF スーパーホーネット戦闘機、ユーロファイタータイフーン戦闘機の追加という3つパターンが浮上していたが、これがようやく決定したのだ。結論から言え、F-A18EF スーパーホーネット戦闘機を30機、同機をベースとした EA-18 ギガ電子戦闘機も15機を採用することで決着を見た状態だが、ここに至るまで紆余曲折の長い道のりがあった。そもそもこのトーネード戦闘機の代替という要求をドイツ空軍が満たすにあたり、最も合理的な選択としては、F-35A ライトニング2戦闘機一択であることは、ほとんど疑う余地のない事実だった。これは、選択肢の中で唯一の第5世代戦闘機であり、ステルス性や、精神性について優れていること、かつ、すでに他の NATO 加盟国での、採用実績もあり、核兵器の運搬に支障がないことなど、枚挙にいとまがない。また、これは結果論ではあるものの、F-35 ライトニング2戦闘機は多数の国々に採用されることで、一機あたりコスト面でも著しく低下してきており、性能面での費用対効果も高いことが明らかだった。こうした判断は、実際に現場での運用を担うドイツ空軍でも同様の結論が出されていたが、ドイツは極めて政治的な理由から、F-35A ライトニング2戦闘機の導入を良しとしない方向性に動いていった。その政治的な理由とは残る。ユーロファイター戦闘機のメンテナンスなどのアフターフォロー体制が
F-35A ライトニング2戦闘機が採用となれば、継続できず、その経済的、技術的な損失を恐れたというものだ。また、2017年にフランスはラファール戦闘機、ドイツはユーロファイター戦闘機の後継機を共同開発する方針を打ち出したことで、F-35A ライトニング2戦闘機を排除する動きは、さらに強化されるに至った。ここに、兵器開発でアメリカに依存しない独自路線を貫いているフランスと、くしくも前述のようなドイツの思惑が一致を見ることとなり、兵器としての合理性を上回る政治的判断がなされたと言えるだろう。F-35A ライトニング2戦闘機についてアメリカは、部品を共有した上での最終の組み立てまでは一部の国について認めているものの、これまでのようなライセンス生産は許可しない政策をとっている。すでにアメリカやロシア、中国などの極めて限定された国を除き、先進国とはいえ自国のみでの戦闘機の生産が厳しくなっているという現実は、より一層自国の兵器製造能力を維持したいという国のジレンマとなっている。かくいう日本もF-2 戦闘機の後継機となる戦闘機開発の予算化は言っているものの、現状からはやはりアメリカとの共同開発しか選択肢は残されていないように見える。この点を官が見れば、 F-35A ライトニング2戦闘機を排除したドイツの決断は一向に値するものかもしれないが、結局のところ旧式である FA-18E、F スーパーホーネット戦闘機を選ぶという矛盾した結果に落ち着いた。この経緯からすれば、FA-18E、F スーパーホーネット戦闘機は自国内でのライセンス生産になるのかと思いきや、報道によれば購入であり、ユーロファイタータイフーンも同時に90機ほど調達するらしい。ドイツはこのユーロファイタータイフーン戦闘機の採用で国内の防衛・航空産業の保護を図るのだと考えられるが、ことコスト面に目を向けた場合には、この選択が最善とは言い、多大のが実情だろう。なぜならば1機あたりの調達コストは、新ロットの F-35A ライトニング2戦闘機が8000万ドル以下、 FA-18E、F スーパーホーネット戦闘機も7から8000万ドル、ユーロファイタータイフーン戦闘機が1億ドルとなっているからだ。ちなみにドイツとフランスは第一次世界大戦や第二次世界大戦で全面的な大規模戦争を戦った国同士で、伝統的に相互に根深い対立が根底にあるのかと思いきや、今や戦車の共同開発も進めている。このあたりの事情は、イギリスが抜けた EU の中心国として、あくまでアメリカ一国に
防衛産業を任せられないと思考しているように感じられ、今後も注目すべき点だと言えるだろう。それにしても、これだけ第5世代戦闘機であるステルス戦闘機に、一般化する中で、今更 F-A18E、F スーパーホーネット戦闘機と、ユーロファイタータイフーン戦闘機でいいのかと思わざるを得ない。